としてください。はい、大丈夫です。日本中9割以上の和傘を使っている中国製の傘なんです。はい、中国製の傘を和傘あたりとか持ってる店舗多いんですけど、だけど、今回こんな話をいただいたときに、ワンイルミネーションでやるからとか、絶対、今のイメージだったら、国製の傘を使いたいかなって思って、もう、それを言われて、その、全員見れないけど。その気持ちがなかったら、俺はやらなかったし、ごめん、卓球に教えるから来られへんようになったかも。地元の人たちが頑張ったら目に見えてたりとか、そうですね、やっぱりそれの気持ちがないと正直しんどいプラスにはならないです。
まあいいか、夏だし、歌こうって。あ、そこ何点だ。もう水平に取れるけど。